ちは、たこぼかりんです。今日は2022年最後の私服ルックブックを撮っていきたいと思います。ちなみに私の身長が157センチで体重は40キロ、骨格はナチュラルです。全部で5コーデ組んできたので、ぜひ最後まで見てっていただけると嬉しいです。それでは早速紹介していきたいと思います。はい、まず1コーデ目はじゃーん、グリーンのニットとミニスカーセのコーデです。ニットはドーンと真ん中にトラ猫がいて可愛くないですか。で、ミニスカは最近ザラで購入したもので、これは何にでも合わせやすいので超お気に入りです。足は出せるうちに出しておこうということで、冬でも頑張って足を出していきたいと思います。で、マーチンのロングブーツは秋に購入したものなんですけど、一目惚れで、はい、爆速で買いました。買って大正解。で、ダウンですね。このダウンのためにザラのミニスカ買ったんですよ。ダウン可愛すぎません？部分的にニットになっていて可愛いし、素材感とシルエットがとにかく神です。はい、バッグはご褒美に買ったマルニーのものなんですけど、こちらインスタグラム見てくださってる方はお分かりと思いますが、めちゃくちゃ乱用しています。こんな感じでね、ブラックコーデの中に差し色でグリーンが入っているのが今っぽくてお気に入りなコーデです。お団子ヘアとの相性もいいなと思います。ちなみに友達とどこかに出かけるときやショッピングをイメージしたコーデにしたんですけど、韓国旅行とかなんか行ったときとか絶対映えますよね、このコーデ。私実は1月に仕事で韓国に行く予定があるので、こんな感じのコーデにしたいなと思います。はい、2コーデ目はちょっとクリスマス感のあるコーデを組んでいきたいと思います。まずユニクロのタートルネックニットなんですけど、こちらは前回ユニクロの購入品紹介の動画でも紹介したんですけど、着心地も良くて色味も可愛くて最高なので本当におすすめです。ぜひゲットしていただきたい。で、ベロアのこのキャミワンピがピヌエのもので、これもね乱用しています。今年何にでも合わせやすいので、みんなにねこちらもゲットしていただきたいですね。はい。で、アウターはオルドットとエミネーのコラボのものです。これめっちゃ可愛くないですか。ほら、オルドット×エミネーって書いてます。本当にモコモコ感、もちもち感というか、もうなんかなんだろう、シルエットもなんだけどモテが詰まったアウターだなと思います。着るのはこの場が初めてで、最近一気に寒くなったので出番がたくさん増えそうだなと思ってます。これを着てデートに行きたい。さすがエミネー天才だね。で、バッグはラグナムーンのものなんですけど、お値段の割にすごく高見えで、シンプルすぎずコーディネートにいいアクセントを与えてくれるので、とてもこちらもおすすめだなと思います。このコーデはデートやイルミネーションに見に行く日におすすめなコーデです。どうですか、この本当にアウターのもちもちっていうか色もなんだけど絶妙だよね。遠くから見てもすごいトロンとした感じが女性らしい感じで可愛いなと思います。はい、3コーデ目は一気にカジュアルになります。このニットは最近アウトレットで購入したラルフローレンのもので、何にでも合わせやすいので本当に買ってよかったなと思います。で、次に紹介するのパンツなんですけど、誕生日プレゼントに彼にプレゼントしてもらったマルジェラのものです。これはね、もう宝物、履き倒してます。形が神、もう履いてたらみんなに褒められます。はい。で、アウターはピヌエのものなんですけど、可愛い感じのコーデに合わせるのももちろん可愛いんですけど、こういうカジュアルコーデに合わせるといい感じに抜け感が出てくれるのですごくおすすめです。一気にアウターが主役のコーディネートになってくれるかなと思います。このコーデも本当にお気に入りで、バッグはブラック系を持ってコーデを引き締めるのもいいんですけど、私はこういうアイボリー系の抜け感のある色味を合わせるのが好きです。で、あえてね、またスニーカー合わせして、やっぱカジュアルコーデは外せないなと思います。このコーデは男女問わず年齢問わず受けがいいんじゃないかなと思います。はい、4コーデ目はちょっと大人な感じにしてみます。前の動画でも言ってたと思うんですけど、もう私ね最近ネイビーブームが自分の中で来ておりまして、
はい、こういうねネイビー系のニットやワンピをたくさん集めたいなと思っています。でパンツは以前の動画でも紹介したんですけど、もう大好きです。ユニクロのねヒートテックのパンツです。履くもの迷ったらこれ履いとけば大丈夫で、あえてスニーカー合わせで抜け感を出していきます。はい、アウターはラグナムーンのもので、ワンピースに合わせたりしても可愛いし、こんな感じのコーデに合わせても可愛いので、1個持ってるといろんなコーデに役立ってくれると思います。で、伊達メガネを合わせて、この決めすぎてない感がお気に入りです。ちょっと大人っぽカジュアルですよね。で、バッグもいい感じにカジュアル感を演出してくれてます。もしもう少し大人っぽい感じにしたかったら、こういうブラウン系のバッグじゃなくてブラック系のバッグを持ったり、ブーツ合わせをするといいかなと思います。の私的にはね、このネイビーとアイボリーとブラウン合わせ、この3点セットがすごい大人っぽカジュアルって感じでお気に入りです。はい、ラスト5コーデ目は真冬のカジュアルコーデです。じゃーん、こちらのハーフジップのワンピースはフレイ ID のものなんですけど、以前展示会に行った時に一目惚れしてゲットしました。あのハーフジップはね、今季もトレンドなので1個持っておくといいかなと思います。で、このブーツ合わせが大のお気に入り。このアグのブーツが本当に良すぎて、もうあの見た目もなんだけど履き心地が最高なんですよ。だから2色買いしようかなと思ってます。で、アウターはピヌエの秋物なんですけど、これがあったかすぎて、あの冬に出したらよかったなぐらい真冬に最適です。で、上から下まで全部あったかい、本当にあったかい。ピックシルエットでね、モフモフした感じがすごくお気に入りです。で、バッグはあえて大人っぽい感じにしつつ、マフラーとかイヤマフをつけて可愛い感じにしてみました。ちょっとナチュラルあざとい感じが個人的には好きです。雪とか降ってるとなおいいかなと思います。このイヤマフもね、もう一種類あのブラウンかながあって、もうどっちにするかすごい迷ったんだけど、結果ブラックにして正解だったかなと思います。見た目はねブラウンが可愛かったんですよ。あー、もう本当にこのコーデもお気に入り。冬がやってきましたね。はいはい、2022年最後の私服ルックブックいかがでしたでしょうか。結構あったかい格好、あの真冬でもいけるようなコーデを組んだつもりだったので、ぜひね、これから多分結構寒くなってくると思うので、ね、参考にしていただけると嬉しいです。今日紹介したコーデに、あの中にヒートテック着たり春カイロとかあったりしてね、あの本当に皆さん風邪ひかないように寒さ対策してください。それでは今日も最後まで見てくださってありがとうございました。じゃあ、バイバーイ。